こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。LL の卵2個をほぐします。今日はまあ買い物行ってきたんですが、買ってきた内容によってちょっと狙いのものがなかったので、作りたいと思ってたものではないものになっちゃうんですが、ウインナー3本ですね。ウインナー3本を炒めて、小さい方の目玉焼き用のフライパンに油をひいて、でそれを大きい方のフライパンに入れます。で、ちっちゃい方のこの目玉焼き用のフライパンには2個ですね、プレーンオムレツというか、スパニッシュオムレツというか、何と言ったらいいのかちょっと悩みますが、それ用にします。で、こっちはザッザッザッとこう油を引くようにウインナーを炒めて、で火力を上げてる間に卵を、LL の卵2個を割ります。この2個ですね、この LL の卵2個はちょっと塩をして、ウインナースクランブルエッグ用ですね、ウインナースクランブルエッグ用の卵で、これをウインナーのある大きいフライパンにここに入れます。で、この間にもう2個、合計6個分ですね、 LL の卵6個分になります。はい、こうですね。これもガタガタガッと卵焼き用ですね、卵焼き用にほぐします。で、その間にできた ウインナースクランブルエッグを完成させます。で、ここに今度はウインナーの油がないので、サラダ油ですね、これをたっぷりひいて、やっちゃった、もう最近こんなんばっかりや。サラダ油ひっくり返しました。同時ですね、バカですね、どうしようもない同時でバカですね。何でこんなことばっかりするのかなと思うぐらい同じ失敗を繰り返しますね。まあいいか、こまわしと。はい、卵焼き用の卵焼き用ですね、はい、卵焼き完成です。ウインナースクランブルエッグと卵焼きです。まあ、ほぼ昨日と同じではないですけど、ウインナーあるんで
ほぼまあ昨日と同じ内容です。はい、卵焼きとスクランブルエッグです。トマトと人参1本です。白ご飯です。で、これがスパニッシュオムレツというか白薄焼き卵というか何とも言えんやつですね。で、肝心の体重です。体重を測ります。果たして何キロになっているか。はい、体重が 54.9、 体重 54.9、 体重 54.9、 体脂肪率 12.6 で、基礎代謝 1291、 内臓脂肪レベル4、筋肉量40、筋肉量スコアマイナス2、筋肉量 45.5、 推定骨量 2.5。 はい、もう一度測ります。体重55キロ、体脂肪率 12.8。 はい、はい、もう一度です。白ご飯、ウインナー、スクランブルエッグ、卵焼き、トマト、豆腐、菜と人参1本。はい、薄焼き卵というかウインナー、プレーン、プレーンスパニッシュオムレツっておかしいのかな、おかしいよな、プレーンでスパニッシュオムレツなんておかしいですけど、まあ一応僕的にはプレーンのスパニッシュオムレツのつもり、まあ、薄焼き卵にしときましょう。薄焼きよりは厚いですけどね。はい、これで全体像ですね。満足できなかったらもうちょっと卵焼きを食べるか、もしかしたら卵焼きではなくて、キャベツですね、キャベツサラダを食べるかもしれません。食べたとしても映像は残せないので、その時は翌日の夜食のところに書きます。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。